皆さんおはようございます。ベンジマーサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日はリクエストの文字、シリですね。リクエストありがとうございます。それでは説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては、台形ですね。下に行けば行くほど、だいぶ横幅が広がっております。それから中心ですね。屍のこの四角の中心で取ってもらうといいと思います。それから下の漢数字のの字の始まりあたりも中心ですね。はい。で上下巻でいくと真ん中あたりね、このもう少し下から始まりますが、9の横線が大体入るぐらいですね。はい。それからここ足の高さも全部揃えずに少し屍の方を宙に浮いた状態にしてくださいね。少しでいいですけどね。それでは1画目からいきます。まずここの左側を少しはみ出すことを前提で書いてますので、少し早めに始めますね。ふっくら右上がりで、右側しっかりとがっつりとつぼめてもらって、ふっくら右上がりで閉じながら、ここつぼめた分少しはみ出してください。少しでいいですけどね。はい。でここはみ出せるところから斜めに押さえて、でのの字いきますね。はい。少しだけ控えめで、続いてのの字ですね。ここ真ん中上くっつけちゃってもいいと思います。斜めに押さえてからのの字で、続いて右上がり、この右上がりもある程度角度きつめにつけておいてください。右上がりに行って少し行き過ぎて、同じ道を少し戻るようにして丸く方向転換をして、最後かっこよくフックして跳ねてくださいね。はい。だいぶここの屍のこの出具合、ここはだいたい一致してるか、少し球の方が少し内側っていうぐらいですね。はい。だいぶ右側出ております。で球はここ足揃えてくださいね。はい。それでは書いてみます。しっかり左側をはみ出して、しっかりとつぼめる、はみ出す、斜めに押さえてのし、斜めに押さえてのし、きつめの右上がり、少し行き過ぎて同じ道を戻って丸く、最後フックしてかっこよく跳ねると。はい。もう一度いきます。ちょっと書き順間違えましたね。はい。斜めに押さえて、足場揃えると。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。